キーが完成しました。では相方におすすめのリンゴの料理を食べてもらいたいと思います。のどかさん、ドゥルル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 ルで、お腹減ったからリンゴのクッキー、ね、初めて私、リンゴがクッキーになったの、うん、はい、ちょっとじゃあもういただきます。はい、召し上がれ。ドゥルルルルルこっちが気になるだろ、いいよ、触っていいよ、みたい、こっちが、こっちがリンゴです。あの、だからドゥルルル、なんかドゥルルルル楽器だ、そう、はい、皆さん、こっちにリンゴあります。はい、はい、どっち見るかはおすすめ、もう皆さんが勝手に決めてください。はい、あ、すごい裏かわいい、なんかゴロゴロしててね、なんかリンゴいっぱい入ってていいね。いただきます。熱いくないね、もうね。おいしい。あ、美味しい。これなんかしっとりめのクッキーなんだね。うん、うん、で、なんかね、あのね、リンゴがないところもさ、食べてみて、リンゴがない場所はサクサクしてない、うんうんうん、してる。あれみたい、食感はカントリーマームみたい。うんとね、うん、カントリーマームもっとカリカリした感じ、でも中しっとりしてる。美味しいやリンゴ、うん、美味しいねリンゴ美味しいね。これサムネな、これサムネな、多分。でも、うん、皮ごとだからさ、うん、楽だね。抜かなくていいんだね。そう。でなんかね、リンゴの水分が出てちょっとしっとりするのね。あ、そういうことなんだ。そう。だからね、皮剥いちゃうとよりしっとりになっちゃうので、あった方が美味しくできる。なんか皮の味も美味しくない？美味しい。うん、食感ちょっと違うね。うん、皮あると。これはいつから作ってたの？これは私が小学生の時、小学生の時に初めて買った子供のレシピ本みたいのに載ってて、それを分量と作り方を変えてアレンジしたものです。なので何年の時を経てる。何年ですか？もうすごいですね。あれ20年ぐらいの時を経てます、多分。で今回薄力粉200にしたんですけど、薄力粉をプラス20にするとスコーンっぽい感じになるので、私はクッキーが好きなので固くしてますけど、あのスコーンとかなんかパンみたいなのが好きな人はぜひ 20g 足してくださいね。なんか朝ごはんいいよね。そう、あ、よくね、朝ごはんにね食べてた。いい、おいしい。これめっちゃやってみて1食分だったあの大学生の時の朝ごはん1食分でした。でも確かにもう食べれる、めっちゃ普通に食べれる。これちょっと早く動画切って食べたいと思います、私は。ぜひみんなも作ってみて、青森のりんごでね。では Talk to you later! バイナめっちゃうまいな。あ、よかった、ね、多分一気にやくなるね、これ。ドゥルル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 痛いやろ、これ痛い。これ私遅延になってるこれ楽しみなのは、うん、楽しみなのは、うん、電車乗って、うん、こうこう止まりました。楽しみです高校時間です。はい、なのでちょっとあんま電車乗れない、乗らない日じゃないと切れないから、今しかないということで切りました